はい、藤井風っていう人なんですけど、もうずっと前にですね、ちょっとだけピアノ聴いたことあるんですけど、まあまあすごい、まあテクニックっていうか、すごいなと思ったんですけどね。で、まあ私はまあすごいっていうか、まあアイドルなのかなとこう思ってたんですけども。そういうふうにですね、前撮ったことあるんですよ。なんか批判殺到っていうのがこういっぱい出てくるんですよね。この直後批判殺到、これ藤井風って入れたんですけど、それで、これだな、見てないけどやばすぎる。ドクロ者を増やしたいのかって書いてあるんですね。批判殺到。紅白歌合戦の藤井風がやばすぎる。死ぬのがいいわっていう曲なんですね。死ぬのがいいわってね、確かにいいですね。私ももう死にたいから そうかもしれないんですけど、まあでも、こうやって歌でやることはないんじゃないのかな。他に曲ないのかみたいなね。ことですよね。素晴らしいの一言って書いてありますね、この人はね。素晴らしいっていう人と、とんでもないっていう人とですね、分かれてるんですけど、どうでしょうか。まあそんなでもないかな。それと、なんかこのサイババっていう、別に知りたくもなかったんだけど、藤井風ってやるとこうやって宗教って出てくるんですよ。宗教ってね。藤井風って入れただけで宗教って出てくるんですよ。で、サイババって出てくるんですよ。死ぬのがいいわ。死ぬのがいいわ。どう？死ぬのがいいけど。だから、この人なんか今聞いて、サブリミナルになってるって言ってるんですよね。サブリミナルってね。もう、ね。悪魔の歌じゃないの、これ。悪魔の歌だよ、これ。聞いたことないけど。聞きたくないけど。なんか聞きたくないけど。でも圧巻のパフォーマンスって書いてある、こっち。ということでございまして、こういっぱい、まあこれから出てくるのかな。ね、いろいろ出てくるかもしれない。この直後、批判殺到、死ぬのがいいわ、紅白。はい、ということでございまして。死ぬのがいいわ。なんか他に曲ないのかよ。何がしたいんだろう。わかりませんね。はい、ということでいろいろ動画とかツイッターとか、ご覧ください。ああ、これも話題ですね。このコラボっていうのね、なんだかね、わかんないけども。いっぱい出てますね。はい、どうもすいません。失礼します。